オールドタウンのストリートロドスは、エーゲ海南東部に浮かぶロドス島の首都であり、ドデカネス諸島の中心都市である。周辺地区も含めた人口はおよそ8万人。古くから港湾都市国家として栄え、世界の七不思議の一つに数えられる、ロドス島の巨像で知られていた。また、聖ヨハネ騎士団によって作られた、城塞都市は、特に良好に保存されているヨーロッパ中世の街並みの霊障としてロドスの中世都市の名で世界遺産に登録された。ロドスの街は国際的にも知名度の高い観光名所となっている。ドデカニサ諸島の東部、アナトリア半島沿岸部に位置するロドス島の北東端に位置する。州都エルムポリから南東へ約 313km、 首都アテネから南東へ約 433km、 トルコのアンタルヤから南南西へ約 227km の距離にある。2011年に施行された行政制度の改変に伴い、ロドスの町を含めた島内の全自治体が合併し、基礎自治体としてのロドス市は島全域を管轄するようになった。ロドス市のロドス地区は、南にはイアリソス地区、カリテア地区に接している。騎士の大通り、ロドス島はヨーロッパ、中東、アフリカを結ぶ要衝にあたっており、このことがその長い歴史を通じて、島にも都市にも建築的、文化的、言語的に多くの異なる特色を付与することになった。島には紀元前4000年頃には人が住んでいたと推測されている。島内に港が4つあり、国内外と海運が行われる。町から 14km 離れたディアゴラス国際空港からは、ギリシャ主要都市とキプロスへ毎日定期便が運航。ヒストリー・オブ・ローズ、クラシカル・ピリオド、ミュニセパラティ・オブ・ローズ、www.rose.gr.2007 年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月31日閲覧。ありがとうございます。